する場合、相談の選び方ってことですよね。インスタで売る場合、YouTube で売るのかってことなんですけども、まあ、これはですね、商材の選び方ってことになると、まあ、アフィリエイトだと思うんですけども、この場合はですね、やっぱり、インフォトップとかですね、A8 ネットでしっかりその選び方を見る、数字で見るっていうのが大事かなと思います。やっぱり、インターネットっていうのは数字で分析できるのが強みですよね。なので、やはりですね、ちゃんと、数字で見れるあのスキルを持つことですね。で、EPC とかですね、見方があるんですよね。あと、その期間についても見方があったりとか、販売台数について見方があったりしますので、この辺のオファーというのは難しくはないので、僕の方でまた連絡いただければお伝えしますけれども、とにかく商材選びを間違えるとですね、売れないのにですね、記事を書かなければいけないとかですね、動画を撮らなければいけないとか、まあ、コンテンツ作りが大変ですよね、時間もかかるし。なので、しっかり選べるようになっていただきたいなと思います。で、売りやすいものですね、海外移住ご希望の方からのご相談なんですけども、売りやすいもの、まあ、YouTube で売る場合、